ちまち地球の空想はスタンディングオベーション歩いている見てる競争だあの光が星まで久しぶりです。帯広ブラックシープウィズ若松正幸です。普段は私たちベースなしでやってた、ベースいらないよねって言ってたやってたんですけど、入ってみたらあった方がいいねっていう話になりました。なんかもう馴染んで馴染んでるよね、キャラクターも馴染んでる。ね、シュガーでライブさせてもらうのはですね、実は前にライブさせてもらったのも産休に入る前で、はい、初めて2回目なんですけど、2回ともちょっと産休前にやらせてもらうっていう。はい、おめでとう。いや、初めてはサンキューだ。あんたあんた、うん、あ、そうだそうだ、あじめちゃんやるなね、いや、ほんとはじめちゃんに拍手いや、私にしてで、多分ですね、今日のライブを最後に次いつできるかわからないなっていうふうに思うので、私たちもですね、一曲一曲噛みしめながら演奏させてもらいたいなっていうふうに思います。あと余計なおしゃべりにも付き合っていただきたいなと。僕が誰かを忘れないでね、最後に悲しくて、もう一度君のその
たちはあの全て全部オリジナルでやってるんですけれども、次の曲はラウンドアップという曲で、ちょっとスパニッシュ入ってるというか、なんで日本人の地でこんな曲ができたのかなと思うんですけど、ちょっと日本風だな、そんな感じの歌を歌いたいと思います。うちの下の子のあの時もこうやってお腹にいながら歌ってたんですけど、私が歌うとうるさいってすごい怒るんですよ。で何の対響にもなってないな。私あの帯広から札幌までの夜行列車があったんですけど、それに乗りながらなんとなくできたような。今ないですもんね、帯広からの。
者ない声CD を2枚出してます。そこに、そこのカメラのところに CD がありますので、ぜひまだ持ってない方はお買い求めください。
ぜひぜひ1万円1500万円に2枚でいいやった。Thank you.
るで最後の曲かのように盛り上がったでしょ。練習でね、もっともっとちゃんと紹介してくださいって言われました。次の曲はですね、あのコネクトという曲なんですけれども、この曲ね、実はあのこういうベースを入れたいっていう思いがすっごいあったんですけど、ずっとその願いが叶うことなく来てたんですよね。で、いろんあのね、今回あの若松さんにですねリクエストして、こういうベースを入れたいっていうベースを入れてもらいましたんで、ぜひ編も聞いていただけたらなと思います。これ何回も弾いてるのにな。